04チャンプ、2GJ、PC エンジンからいくつもの家庭用機を、またいでいるこのゲームシリーズ、04という競技自体が、レースとしてはシンプルですが、このゲームのレース部分も、相当にシンプルなものとなっています。直線の400メートルを、相手よりも速く走り切る。ただそれだけになります。操作としてもアクセルは全開なので、ギアの操作だけになりますね。オートマにもできるのですが、スピードロスが出るため、あまりおすすめはできません。このゲームはレースゲームではなく、やるゲーだという人もいますね。ゲーム内で女のパートナーを作り、パートナーによって車を改造していきますが、かなり取っ替え引っ替えしないと、最高のグレードまで改造できません。改造するためには他にも、ミニゲームをクリアしていく必要があります。いろいろなミニゲームがありますが、このミニゲームの中には、なぜか RPG のようなものもあります。この RPG は、ファミコン時代の RPG くらいの出来ですが、かなり時間がかかるんですよね。このミニゲームが面白くて、本編よりミニゲームに夢中になってしまった人も多いのではないでしょうか？アランドラ、ゼルダの伝説のような見下ろしタイプの ARPG です。このゲームの最大の特徴は、高めの謎解き難易度でしょうか。序盤は割とスムーズに行くのですが、中盤に入ったあたりから、だんだんと難しさの片鱗を見せ始めます。戦闘自体は武器の種類の豊富さもあり、そこまで厳しくはないんですよね。同じ敵でも何通りかは、行動パターンがありますが、慣れてくるとすぐに武器を持ち替えて、倒すことができます。操作性は非常に快適で、レスポンスも全体的にいいのですが、問題はアクションや謎解きの方ですね。後半に入ったあたりから、かなり悩まされることになります。飛び石をジャンプで渡っていく場面でも、落ちるギリギリのところから飛んで、次の石になんとか着地できるという、ドット単位の調整が必要になります。謎解きでも武器を使わないと、反応しないものや、敵キャラを使って解いていく仕掛けなど、難解なものが多いですね。ですがミスト等もそうでしたが、難しい仕掛けが解けると、ものすごい気持ち良さがあるんですよね。ヒーヒー言いながらプレイしていても、進めるようになると、非常に爽快な気持ちになってしまいます。このゲームのストーリーは、ドロドロとした物語となっていますが、そんなことが気にならないくらい、謎解きに夢中になれるゲームです。サモンナイトに、トップなキャラのイメージを持ちながら、召喚術というダークなテーマを、中心において高い評価を得た、シミュレーションの続編です。仮名を持たない召喚師の主人公は、成り上がり、と忌み嫌われて、諸国視察という方便で、追放状態の旅に出されるところから、物語は始まります。いきなり暗い感じですが、それに負けずに明るく頑張る主人公や、主要なキャラにもそれぞれに、ストーリーがあって、思わず感情移入してしまいます。戦闘は高低差のあるマップで、武器の概念があり、相手に背中を見せない戦略が必要です。テーマにもなっている召喚術が特徴で、一緒に戦う護衛獣や、石とアクセサリーを組み合わせて作る、召喚魔法や憑依魔法の種類が多くて、やり込むのがとても楽しいです。
仮面ライダー V スラー、超有名特撮シリーズの仮面ライダーを題材とした対戦格闘ゲームです。2年前に制作された前作から登場キャラクター等が大幅に増えた形になっています。最大の特徴は各キャラクターの変身前の姿で戦闘が行える点です。オプションによって最初から変身した状態か、戦闘中に変身するかを選択することができ、これは仮面ライダーたちだけではなく、敵の怪人たちの変身前の姿でも、プレイすることが可能です。さらに登場キャラクターの声も、過去にライダーや怪人を演じた俳優さんが当てており、1号の藤岡弘などは、なんと四半世紀ぶりに、本郷猛を演じることとなりました。声以外にもアクションやデザインも、原作とほぼ変わらぬ形となっており、原作ファンであればあるほど、たまらない、そんな作品に、仕上がっています。すでに完了したのだ、マヌケ。なんだと？間もなく、原子爆弾が東京の地下で爆発する。行くぞ！見つめてないと。騎士と書いてないとと読ませる本作は、題名の通り、東洋の傭兵騎士となって、ファンタジー世界のドルファン王国で、体を鍛えたり傭兵として働いて、バイト代を得たり、武功を重ねて称号を得たりしつつ、女の子と結ばれたりするゲームです。恋愛要素が主ではありますが、やるゲーでありながら、部活や勉学に勤しむことで、高校生を追体験できる、時メモのように、自由な傭兵としての3年間を体験できる、今風に言えば、オープンワールド的なゲームとなっています。コミカルなタイトル、絵柄に反して、陰鬱な中世ヨーロッパをモデルとした、政情不安真っただ中のドルファン王国は、全体的に重苦しい雰囲気であり、ストーリーも重厚なものとなっています。一方で、コミカルな展開もあり、ちょっと世界観が不安定な気もします。エコーナイト2、眠りの支配者、キングスフィールド、アーマードコア、などで高い評価を得た、フロムソフトウェアの、3D ホラーアドベンチャーです。ホラーというより、ダークファンタジーと呼べるかもしれません。行方不明になった恋人を探すために、主人公は彼女の出生の鍵と思われる、古い洋館に足を踏み入れます。今回は未練を残した霊たちが、30人徘徊しており、その霊の思いをつないで、昇天させることで、真のエンディングに近づいていきます。3D 視点の探索がメインなので、足で稼がないといけないですが、大抵どこかにヒントが隠されていて、謎を解きながら操作も覚えていけるので、初めてでもすんなり入っていけます。ゲーム中にキーコンフィグが、できるのも親切でいいですね。一つ一つの話が深くて、ついついこの世界に、引き込まれてしまいました。彼女の命を奪えば
でもそのためにはあなたは多くのものを失うことになる。何を失おうと構うだろうか。私の望むものはただ一つだ。確かめさせてもらおう。ブツンパラダイス。今までプレイヤーという神様にいいように振り回されてきた。ブツンたちが自分たちで動く純粋な固定画面アクションです。おなじみブツンとポヨヨがブツンパラダイスを取り戻すために大暴れ？いや大活躍します。クラッカー弾で敵を気絶させて爆弾の形をした爆発くんを爆発させて敵を倒していき、全滅させるとクリアになります。はじめはなかなか爆発に巻き込めないですが、まとめて爆発させた時は、すっきりして気持ちいいです。敵のヨヨがいろんな動きをするので、とっても可愛らしくて、ついつい見入ってしまって、やられてしまうことがあるのが難点ですね。自分に恐れてるからの中から抜け出すこと